さて皆さんこんにちは、自動車ジャーナリストの今井ゆうきです。今日は昨年マイナーチェンジを果たしましたこちらレクサスの RX をご紹介したいと思います。で、個人的にこのレクサスの進化ポイントとしてはこのボイスコマンドボタンですね。これ私個人的にすごく推しなんですよね。で、これ何かというと、はい、ピッと鳴ったらお話しください。近所のケーキの美味しいレストラン教えて。現在地周辺の美味しいケーキ、菓子、パンを調べしました。現在地よりちょっと部の多い順に表示します。1番目戻る。ピッと鳴ったらお話しくださいっていうね、このまあいわゆるあれですよ、あのハイメルセデスとかハロー BMW のあの機能が、まあ、トヨタ車にはカローラスポーツと、それからクラウンから入って、まあ、そっから、次のヤリスとかにも入ってるんですけれども、いわゆるエージェントっていうね、車載型 AI というか、ボイスコマンド、進化したボイスコマンドがついているんですよね。で、この、まあ、ボイスコマンドボタンで、元より、そのボイスコマンドがあったんですけれども、でも、カローラスポーツの時とクラウンの時って、私の記憶が確かならば、一回押すと従来型のボイスコマンドなんですけど、二回長押しだったかな、長押しするとこのエージェントという機能を呼び出せるっていう風になってたんですけれども、このレクサスからはこのエージェントに統一されていて、これを押せばもうエージェントに即つながるというものになってます。だから進化型のボイスコマンド、次世代型のボイスコマンドがエージェントと思ってもらっていいんですけど、これがすごいのが、さすがまあその日本でね、日本に本社があるトヨタ自動車、それからレクサスインターナショナルが作ったなと思うんですけど、音声認識のレベルがめちゃくちゃ高いです。これはもうちょっとね、輸入税の追いつかない部分じゃないかなと思うぐらい、私これ結構絶賛してるんですけど、本当にね、ナチュラルに、例えばね、ピッと鳴ったらお話しください。お家に帰りたいんだけど。自宅を目的地に設定します。よろしいですか？いいえ。ピッと鳴ったらお話しください。メニューに戻って。ピッと鳴ったらお話しください。で、このね、そのお家に帰りたいんだけど、ここまでナチュラルに分かってくれるとか、まあ、さっきのね、ケーキの美味しいレストラン教えてとかいうのも、ここまでの、そのレベルに他の輸入税がまだ来てないと思うんです。これ認識してくれた車、少なくとも MBUX はまだだなっていう肌感っていうか使用感。本当にすごいんですけど。ピッと鳴ったらお話しください。今日のニュース教えて。すごくないですか？20件見つかりました。で、これ読み上げてくれるの。このね、読み上げっていうのありますけれども、ちょっと消しちゃいますね。こんな風に、いろんなニュースまで読み上げてくれるっていうのと連動してるので、例えば、これ例えばハローレクサスみたいなのはないんですよ。ボイスコマンドみたいなのはなくて、ハローって呼びかけなくても、このボタンを押せばそのフックになると。起動ボタンがこれなんですよ。なんでちょっとシャイな日本人も使いやすいなとは思ってるんですけれども、それ以上に、例えばよ。となったらお話しください。今日のプロ野球の関連情報なんかある？ニュースをお探しですか？野球のニュースと発話するとニュースから野球がお調べできます。今日のプロ野球のニュース教えて。最新のねえ、すごくない？これが、何がすごいかって、今ね、ちょっと撮影しているので、止まってますし、まあ、止まってるからこそテレビの画面が出てきちゃうんですけれども、これが、
はい、これがですね、運転中にこれを使えるっていうこと。だから例えば忙しいビジネスマンとか、忙しくないビジネスマンも使ってほしいんですけど、まあ、主婦だってね、もちろん使って、欲しいんですけど、例えば、その、運転して、朝すっごいバタバタしてるでしょ？ね、お子さんの世話とか自分のね、水くろいとか、もう私はお子さんいないですけれども、自分の水くろいが忙しかったりして、何にもほら、ニュース見れないまんまに朝出ちゃうことあるじゃないですか。で、そういう時には、このエージェントのボタンを押して、今日のニュース教えてって言ったら、読み上げてくれるから、この読み上げ情報を頭の中に入れて、例えば会議に臨んだりとか、そういうこともできるってこと。で、こういうニュースと連動した音声認識型の AI って今他のメーカー多分やってないです。これ本当にすごくアドバンテージがあると思う。なんでこうもっと積極的に言わないんだろうと思うぐらい、これ本当にすごいなと思います。永久にこれやっちゃう。ピッとなったらお話しください。今日アクアラインって渋滞してんのかな。たまにね、こういうのもあります。現在地周辺の一般道路の交通情報を調べしました。ただ間違ってないっていう。でもちろんね、これポーズにしたりとか、こういうね、最初に戻るとか、こういうタッチパネルにも対応してます。でもほら、こんだけね、ステアリングからこれだけ距離あるから、このモードボタンでキャンセルすることもできるし、で、助手席の人がピッてここでね、操作することもできるっていうね、このフレキシビリティの高さ。これ私本当に感動してるんですよね。東京湾アクアラインの渋滞情報は？現在地周辺の高速道路の交通情報を調べしました。すごい、もうシンクってる感じある。もう、どこよりも。すごいですよ。なったらお話しください。空港行きたいんだけど。かしこい。ごめんなさい、興奮しちゃって。ピッとなったらお話しください。ちょっと寒いんだけど。温度を少し上げます。できるんじゃん。ピッとなったらお話しください。シートヒーターオフにして。認識できませんでした。あー、それはできないんだ。そうか、これはね、メルセデスできるんですよね。シートヒーターオンオフできるの。なるほど、ありがとうございます。もっと賢くないように頑張ります、十分。いや、でも頑張ってほしいけど、あなたすごいです。素晴らしいよ。ありがとうございます。そんなに褒めないでください。で、これがすごいのは、ほら、まだね、認識してるの。一回コマンドが終わったらそこで会話は終了じゃないんですよ。それがすごいんですよね。終わるまで、ちゃんと、オフっていうまで、ずーっと。ありがとうございます。そう、褒めてる、褒めてる。褒めてるんだけど、こういうところがね、こう連続してるというか、ちょっと日本人の意に沿ったコミュニケーションができるというか、ドライじゃないというか、いや、これ本当私ちょっと感動してます。しかも、格段に良くなってる。カローラスポーツの時より。こんなに、進化するものなんですね。だから、やっぱりこう、ね、AI、この音声認識型のボイスコマンドついてる車乗ってる人はやっぱ使わなきゃダメですよ。どのメーカーの人も。いやー、賢いちゃん、いい子です。なのでこれトヨタレクサスはもうちょっとこう訴求してほしいな。オーナーさん全員で育ててください、この AI を。うわー、本当に、マーベラスだと思います。さあ、それではですね、レクサスの RX、 昨年マイナーチェンジを迎えましたモデル、私も初めてマイナーチェンジ後乗るんですけれども、早速試乗してみたいと思います。ポチッとな。はい、まあその指導グラフィックを毎回見ちゃうっていうね、こういうルーティンもありつつ、都内に向かって戻っていきたいと思います。